にちは、美容家の夏美です。今日は思いつきで動画を回してます。今夜なんですけど、これからいろいろとあれこれお手入れをしようかなと思っていたので、せっかくだから動画を回してみようかなと思いました。なのでゆったりとお手入れをしながら喋ろうかなと思います。今日はお休みで外出してたんですけど、なんかもう花粉症が結構やばいので、毎日今の時期は飲んでるハーブティーがあるので、ちょっとそれを先に準備します。はい、マリエンのネトルブレンドのハーブティーを飲みます。このネトルブレンドはネトルとカモミールとあとペパーミントをブレンドしたものです。ネトルは抗アレルギー作用があるんですよ。なので本当は花粉症の症状が出る 1,2 ヶ月前くらいから毎日飲むとすごいいいって言われてます。で、私は去年の春もこのネトルブレンドを飲んでいたんですけど、例年よりも花粉症のお薬を飲む頻度を減らすことができたなというふうに感じているので、夜毎日のように今はこのネトルブレンドティーを飲んでます。で、今日はもう朝は花粉症のお薬を飲ん で夜はハーブティーでちょっと落ち着かせようっていう感じです。できたかな。で、香りも味も結構ペパーミントが効いているので、なんか鼻の通りがスーッと良くなる感じがあります。ペパーミントが苦手な人はちょっと難しいかもしれないけど、結構飲みやすいので私は続けられてますね。で、ちょっとゆっくり時間をかけて飲もうと思います。で、ちょっとスチームを浴びながらクレンジングしようと思います。スチームはセットはすごい簡単で、水入れてはめ込むだけで、ボタンを押すだけです。で、今蒸気が出てるけど、これまだあったかくなってないのでちょっと待ちます。オンスチームを浴びながらちょっとクレンジングしようと思う。で、スチーマーはどこのを使ってるんですかって聞かれるんですけど、後でちょっと調べておくんですが、Amazon とか楽天で検索して上の方に出てくるやつで、1万円以下のものを使ってます。もうあったかいの出てきた。スチームって浴びてるだけで気持ちいいよね。でね、メイク落としていくんですけど、今日あんまりよく見えないかもしれないんだけど、結構ねバッチリメイクしてるのね。で、今日のベースメイクは、トーンのベースルミネッセンスっていう下地を使ってるんですけど、この前に日焼け止めも塗ったし、その後にコンシーラーとかハイライトものせてるので、結構クレンジングはしっかりしたいなって感じです。で、ポイントメイクはこれスナイデルビューティーのフェイス違うアイデザイナーの09番を使ってます。で、あとマスカラが結構バッチリ塗ってるから、それもしっかり落としたいです。ヘアバンド忘れてた。よいしょ。なんか今口の中に水滴が入ったんですけど、しょっぱいから多分鼻水出てるみたい。はい、でスチーム当たってるとね、マスカラとかも勝手に取れてきました。で、ポイントメイクはですね、キュレルの、乳液ケアメイク落としで拭き取っていきたいと思います。ナチュラルオーガニックコスメではないんですけど、これすごく使いやすくてよかったので愛用してます。で、コットンちょっと湿らせて、結構ねみずみずしいミルクなのでたっぷり含ませて、コットンの摩擦を感じないようにたっぷり含ませます。
目の際にもアイラインを引いてます。目の下もラメがギラギラだからしっかり落とさないと。で、長々と喋ってたらスチームが切れちゃったので、まあ、あまりね長い時間やりすぎても良くないので、一旦これでスチームは終わりにします。撮影してる時って思ってる以上に時間かかるので、だいたいなんかスキンケアの動画とか撮ってるうちに肌がもう乾燥してきて赤くなっちゃったりするんだけど、スチームもあんまり長い時間浴びすぎてると逆にお肌に良くないので、はい、ポイントメイク落ちましたね。ハイライトもつけてるで、ちょっと拭き取っときます。なんかすごい汚いねこれはポイントメイクオフ専用のものではなくて、全顔拭き取りできるので、例えばハイライトとか頬に結構塗ってる時はもうちょっとたっぷりもう一枚コットン使って顔も拭き取ったりしますね。で、あとそうだ、眉毛も拭き取りたかったんだ。眉毛の脱色しようかなと思ってて、簡単に拭き取ります。眉マスカラを今日はしてて、結構色が違う、ほら比べるとね全然違いますよね。この眉毛も脱色はしてるんですけど、もう新しい毛が生えてきちゃったから結構黒くて、こっちは眉マスカラで、結構明るいブラウンを使ってるからかなり違います。ちょっと眉毛の産毛とか短い毛があるのでちょっと剃ります。私ね、顔は脱毛してないから眉毛とこの口の周りと、あと顎になんかすごいヒゲみたいなぶっとい毛が 2,3 本生えてるから、それは剃るようにしてる。本当は脱毛した方がいいんでしょうね。ではちょっと眉毛の脱色をしようと思うんですけど、もう何年もこのエピラットの脱色クリーム、敏感肌用っていうやつを使ってます。でも本来は顔に使ってはいけないものなのね。なので私は自己責任で使っているんですけど、結構リップスとか見ると使っている人のレビューとかがたくさん載ってます。もうね、敏感な人は絶対にやらない方がいいと思うんだけど、私はこれ短時間だったらヒリヒリせず使えるのでやっちゃってますね。まあおすすめはできないんだけど、ちょっといろいろお手入れする日に脱色もいつもやってるので、今日はありのままをお届けします。で、眉毛の脱色中に、ちょっとこの指の毛とか、まあ、この辺の腕の毛を脱毛しようかなと思います。なんかこういう感じのお家で使える脱毛機器みたいなのを使っていて、結構これでかなりある程度の毛が薄くなったので、これで私ボディは十分かなって感じでやってます。あと VIO とかは使えないんですけど、それ以外手の届く範囲だったら全然これで十分かなと思ってやってます。これはまあ随分前に買ったものなんだけど、意外と使えるなって感じでドキドキやってます。まずは毛を剃ります。もうすぐ肌見せするシーズンになるので、ちょっと徐々に準備をしていこうかなって感じです。
こうやって場所をずらしながら当てていくだけなのですごく簡単です。はい、簡単に終了。まあ、自分でやると多少ムラは出てしまうんですけど、あの毛がそこだけ生えてきちゃったら次回やるときにそこをちゃんと当てるようにすれば、まあ、ある程度ケアできるかなと思います。では眉毛をちょっと拭き取ります。はい、脱色できました。あのこれくらい色を抜いておくとアイブロウがすごく楽なので定期的にやってます。あのお肌が弱い方は要注意なんですが、顔にも使えるようなあの脱色剤とかをと様子を見ながら使っていくといいのかなと思います。では続いてはクレンジングしていきます。エフェオーガニックのディープモイスチャークレンジングクリームです。これをこれくらい、さくらんぼの大きいさくらんぼくらいを使ってちょっとクレンジングします。たっぷり使います。まず全体的に伸ばしてから私は顎からやります。やっぱり顎はすごいザラついちゃうんだよね、こことか。でもゴシゴシこすらずに優しく触るように心がけてます。鼻は花粉症ですごく鼻を噛むのでちょっとピリッとしやすいんだけど、今のところこのエフェオーガニックは清水に使えてます。でついついあのなんだろう、指がこう反っちゃうんだけど、なるべくあの猫の手みたいな感じで内側に入るようにして指の腹で馴染ませるようにしてます。あと今この額にちょっとニキビ予備軍みたいなのが結構できてるから、ここもと優しく丁寧にクレンジングします。あと意外と忘れがちなのはここかな。ここってハイライトを私はのせるんですけど、なんか割と簡単にクレンジングを済ませちゃってるので、ここもしっかりやります。あと鼻のここですね、ここは結構力強く触っちゃいがちなんだけど、優しく撫でるように気をつけてます。あとここはちゃんと触るのに、ここまで触ってない人多い。ここまで触ってください、鼻の先まで。だから鼻の穴の周りをこう触るようなイメージかな。そうするとここも触れるんで。でポイントメイクはさっき拭き取りしたんですけど、でも残骸が残ってるかもしれないので目元もクレンジング一緒にします。優しく優しく、こういう感じですね、こういう感じ。あとは唇もやっちゃいます。で私は結構この目の下のここに
日焼け止めとあとコンシーラーを重ねたりして、ベースメイクがここだけ他のパーツより厚めに塗るので、ここも丁寧になじませます。でなじませていくと、さっきまでミルクで白かったものがこんな感じで透明になっていくので、そしたら洗い流します。で今日はちょっと服が汚れちゃうからあれなんだけど、本当はね首まで一緒にやってあげるといいです。で私はクレンジングのついでにフェイスラインをちょっとこう流すようにしてて、ここもちょっとほぐします。疲れてると痛いんだよね。はい、じゃあ洗い流してきます。はい、洗い流してきました。なんか首がちょっとくすんでるからっていうのもあるかもしれないけど、なんか頬の方がだいぶトーンアップしてるような感じがします。このエフェオガニックのクレンジングクリームはすごく伸びのいいクリームなので、マッサージがすごいしやすくておすすめです。でメイク落ちはこれで洗うだけだとなんかちゃんとメイク落ちてるのかなって不安になっちゃうけど、こちらをたっぷりめに使ってしっかり丁寧になじませればメイクは十分に落ちますし、あと落ちにくいメイクをしている方はさっきみたいにポイントメイクのリムバを使ったり、あとスチームを浴びたりするとしっかりメイクが落ちるかなと思います。あとは洗顔料もあるので、汚れ落ちが物足りない方は洗顔を使うのもおすすめです。このエフェオガニックのスキンケアはダブル洗顔を推奨しているので、心配な方は使った方がいいかなと思います。で私はちょっと T ゾーンがざらついてて気になるので、これを今日はちょっと T ゾーンだけ泡パックとして使おうと思います。はい、とってもきめ細やかな泡です。こんな感じで軽くなじませたら30秒とか1分くらいこのまま置いて、その後洗い流せば OK です。はい、で私はこの後この泡を洗い流したらブースターのオイルをお顔に塗ってそのままお風呂に入ってしまおうと思います。なので今日の動画はここまでで終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。最後に動画への高評価とチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。お肌が乾燥して赤くなってきちゃったので急いで保湿します。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。